おはこんばんは、みなさん、どうも、ミキです。ミキチャンネルへ、ようこそー元気全開、デイデイデイ。どうも、クリスマスミニイベント、外れました。ミキです !7 時にさ、ということで、みんなちゃんと寝てる？あ、どうも、ウェアアングルです。ウェアアングルで可愛い子ぶりっこしてます。ってことで、今撮影日は12月の15日でございます。もうあと10日後にクリスマスでございます。いやーもう寒くなりましたね。いや、まあ寒いって言ってる人間が半袖着ないよね。ちょっと暖房かけます。で、寒いと何か嫌かってさ、朝起きれないんだよね。でですね、今日はですね、私が買ったものを開封したいと思います。で、何かというとですね、新しい布団というか、掛け布団かな。今までこの毛布、これずっと使ってたんですけど、この毛布と、こちらの掛け布団を冬になったら出してきてたんですけども、あ、これ私のガチめで、これいつももう、これもう3年ぐらい使うんじゃないかな。もう丸3年になるんですけど、もうちょっとで。中1の時にね、お年玉もらってね、布団カバーを妖怪ウォッチの自分で初めて買ったんですけども、もう3年間ぐらい使ってます。さすがにもうそろそろ買いたいなと思ってるので、まあ、来年の元旦ぐらいに買いに行こうかなって思ってます。なことだとね、このチカチカで寝てるんですけども、今までですね、この毛布と、この羽毛なの？羽毛じゃないと思う。普通に掛け布団、まあ重くない。薄めの掛け布団をかけて2枚でこう寝てたんですけども、そろそろマジなやつで寒くてですね、まあ暖房をかければいいんですけども、暖房かけるとね、何が嫌かっていうと、朝起きると喉枯れてたりとか乾燥してたりとか、空気清浄機もね、うち1台しかないので部屋に持ってこれないんですよ。で、寒いから起きれないでしょっていう悪循環がいろいろありまして、新しいのを買いました。ということで、何を買ったかというとこちらでございます。うん、痛っ、これ、重っ。何これ。ほんと重っ。じゃじゃん。集音発熱生地でいいのかな？ちょっと漢字苦手、マジ。受験生か。ニトリの集音発熱 N ウォーム。暖かさレベル4。はい、ということで、こちらですね。まあ、ちょっと聞いたことあると思うんですけど、ニトリの N ウォームというものを買いました。ということで、今日はですね、これをまあ、実際にレビューしてみたいと思うんですけども、どんななんだろうね。でね、カバーついてるんですけど、めっちゃパンパンに入ってます。で、うちのママ曰く、開けにくいと。で、うちのママが、どうせ紹介するんだったら、これ開けるのきつかったから、タイムアタックでやってみればいいんじゃない？って言われたので、ちょっと実際に全部出せるまで何分かかるかちょっと測ってみたいと思います。はい、ということで、よーい、全部出せたら終わり。よーい、スタート。はい、置けよう置けよう。チャックでね、こうなってる。あれどこチャック？ちょっとロスロス。いや、もう一瞬で出そう、一瞬で出そう。なんせミッキーですから。おお、すげえ。なんかロールケーキっぽいな。よし、出します。あ、え、待って、嘘。あ、分かった、これでいいじゃん、これでいいじゃん。え、買った、何これ、え、何これ。待ってくれよ。ちょっと待って、こうって言いながらだといける。こう、あ、あ、出た出た出た、出る出る出る、もう出るよ。こんなパンパンに作った。頑張って頑張って頑張って、あ、あ、いけるいける、頑張って、あ、いけたいけた。ポー、3分。なんでこんなパンパンに入れたの。はい、ということで開きました。めっちゃ丸まって入ってたんだね。こんなめっちゃ分厚いんだけど、うわ、ふわふわ。あ、すごい、ちょっと広げます。あ、あ、いい。カメラ通してみるとなんか薄く見えるけど、めっちゃ分厚いっすよこれ。あ、めっちゃいい。手触りはね、こう、跡がつくやつ。ほら。あ、あ、これあったかいわ。めっちゃいい。あったけー、これ。こうやってね、こうやってやってるだけでなんかね、あったかいっす。よし。じゃあ、N オームが来たということで、一個やってみたいことがあるのでやりましょう。レッツトライ。
コメント欄は冷たくても NO ムは温かい。妹は冷たくても、ね、NO ムは温かい。タンポポでさえも冷たくても NO ムは温かい。はい、ということで、今のやつは NO ムの CM のやつでございます。あれ面白くてね、好きで、あの CM。 ということで、はい、今日はですね、ニトリの NO ム紹介しました。ネットでですね調べてみたんですけど、今ね、なんか在庫がないらしくて、やっぱね寒いからさ多分それでだよね、在庫がないらしいです今。これはカバーなしでも使えるやつなんだって。うん、はい、そんな感じかな。でこれ洗濯 OK らしいです。今日はですね Nウォームを、レビューした動画でした。ということで最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録高評価お願いします。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。これからの冬これで乗り切ります。当落発表が本日11月29日なんですよ。開けます。あー忘れたー。あ、なになに、その日どうしてればいいの私、その日何してればいいの私、何してればいいの、一人で振ってる。